よし、じゃあ話しかけるね。オーゴは何が怖いって、お前世界中に魔王が何人もいっぺんに現れたそうじゃないか。おーマジ怖。おい、黙って聞いていれば、この親父。世は傷つき疲れておるのに、虚言にも程があるぞ。良いか、魔王とは邪悪の王。王といえば一人、ただ一人、そう決まっておるのだぞ。いやいやいや、嘘じゃないって、酒場にいる太った男が言ってたんだよ。なんでも一部では、魔王たちの居場所を記した魔王マップが出回っているらしいぜ。ああ、とにかく怖っ。ふん、魔王マップだと？ふざけたこと。おい、古文よ、その偽の噂を流しているふざけた男を探せ。死んだ方がいいような目に合わせてやる。なんということでしょう。さっきの酔っ払いに会いに行けばいいのかな。そういうことだね、バーだね。もうね、誰がどんな声だったか忘れちゃった。ごめんね。うわ、バカダインども、この俺置いていきやがって。この男か、噂を流していたのは。おい、お前、魔王が何人もいるとかとんでもないホラーを吹いたらしいな。あ、なんだ。おお、おめえ、こないだ夜にあった影の薄い坊主じゃねえか。ああ、サーカスの。ああ、そうだよ、サーカスの団長だ。ところでおめえ、今見ると面白い影を連れてるな。面白いだと？連れてるだと？まあ良いわ。いいか、このデブ親父、魔王マップなどというヨタ話をベラベラとくっちゃべるような口はこの世が永遠に黙らせてやるから覚悟しろ。ああ、なんだ、魔王マップが欲しい。ああ、いいぜ、ほら。ルカは魔王マップを手に入れた。なんだな、マドリルにもつい最近すげえ魔王が現れたそうだぜ。正真正銘本当の話だ。グッハ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 、こいつは愉快だな。え、どうするよ、影の魔王様よ。貴様、この世の正体を。デブ親父、お前は何者だ。酒が、おい、古文待て。今ここでその魔王マップやらを広げてみるのだ。おい、これはどういうことだ。1、2、世の他に魔王がこんなにいるだと。しかも世はどこにも乗っておらんではないか。ジェームス、出てこい、ジェームス。奥さん、今日は一段と。はは、坊ちゃま、ご用ですかな。おい、ジェームス、どういうことだ。ようこそ唯一無二の魔王ではなかったのか。大魔王ゴーマの後継者ではなかったのか。どうなんだ。要は、一体何者なのだ。この魔王どもは一体何だ。はは、ま、坊ちゃま、これはあれですな、魔王の名前を語る偽物たちですな。おそらく坊ちゃまが壺の中におられる間に
その魔力をちょろまかして、すっかりその気で魔王と名乗っておるのでしょうな。ええ、きっとそうですな。おそらく。そうか、おかしいとは思っていたのだ。この高貴なるよう、この村の奴らめ、ナイスガイなどと言いよった。本来なら、この世の力が万全なら、皆腰を抜かして土下座するはず。うむ、きっとそうだ。そうかそうか、それもこれも、世の魔力を、この自称魔王どもがかすめ取っていたせいなのだな。うん、きっとそうだよ。うむ、そうと決まれば、区分よ。もちろん分かっておろうな。坊ちゃま、するっとおやりになるおつもりですな。うん、偽魔王どもをぶちのめし、世の魔力をすべて取り戻すのだ。その時こそ、世界は世の前におののき、ひざまずくであろう。さあ行くぞ、クン、討伐の旅に。え、ジュリアが…てんてんてん。いや、実際さ、ルカ君、君とジュリアの間に何があったのかさっぱりわからないのだよ。なんかジュリアが好きな人がいるっていうことは分かったけれども、君のことが好きかどうかはどうもいまいちはっきりとしないし、ルカ君自体はジュリアのことをどう思っているのだい？うん、それもわからん。まあとりあえず否定だ。絶対嫌だ。いい度胸だな、子分。この世に逆らった時は、そう、3時間くすぐりの刑が待っておるぞ。まあまあ、坊ちゃま、子分殿はジュリアという少女にちょっと好かれているので、冴えない自分にはこれを逃すともう二度と恋愛のチャンスがないかもと、そう思っているのですな。え、そういう流れなのか。そうか、そういう流れなのか。じゃあここはちょっと乗っておこうかな。うん、まあよい。お前は世の召使いだ。世と離れることはできぬのだ。さて、お前の家で旅の準備だ。行くぞ、子分。その魔王マップとかいうふざけた紙切れは、まあ頭には来るが、大事に持っておけ。旅の途上で獲物を見失った時には、こいつを使って目標を確認し、逃さぬようにするのだ。よいな。よし、では改めて、お前の家にゴーだ。あのさ、ジュリアの件はスルーですか？困ったもんだ。酒が。この酔っ払い団長め。もうこれは行くしかないんだけど、でもジュリアに会いてえな。じゃあとりあえず。お、あれ？あれ、これはジュリアか？私、あなたにお話があるの。私、あなたが好きだったわ。え、過去形？でも、あなたの真面目で、正直で、影が薄くて、結婚したら尻にしけそうで、冷たいご飯を出しても黙って食べてくれそうで、私が服を衝動買いしても何にも言えないようなところが好きだったのに、
陰に芸をさせるような人とはお付き合いできないわ。さようなら。なんだとんでもねえやつだった。ただ呆然と立ち尽くすのみの少年でありました。いやルカ、よかったぞ正直。そして翌朝、ルカ、ほら起きなさい、もう朝よ。今日もいいお天気よ。さあルカ、みんな下で待ってるわよ。え？待ってる？なぜ？ふふふ、何言ってるの？おかしな子ね。お父さんもおじいさんもこそこそ何か用意してたわよ。じゃ、待ってるから早く降りてらっしゃいね。どういうことだ？スタン、まさかお前が、いや、羊が言ったということも考えられる。違う！羊がお母さんに言って、お母さんがみんなに言ったかもしれん。なんかさ、やたら羊はさ、お母さんとなんかいつも仲良くしてるじゃん。リュウカ、いよいよお前にも旅立ちの時が来たんだね。何がどうなってるの？うんうん、ジェームスから話を聞いたときは驚いたけどね。偽魔王退治兼世界征服の旅。うん、いいねいいね。お父さん思わず賛成しちゃったよ。おい親父、子分はなんだか戸惑っておるぞ。え？あ、そういえば本人に話をするのを忘れていたな。いや、これは父さん失敗失敗。では改めて世から命令しよう。昨日も話したが、今世界には魔王を語る偽物が何人もいるのだ。真の魔王たるこの世とその子分、つまりお前はこれから偽魔王退治の旅に出るのだ。そうだ、ついでに世界も征服しよう。よいな。さあグズグズするな、今すぐ出発だ。ちょっと考えさせて、ちょっと考えさせて。チッ、子分のくせにグズなやつだ。ジュリアとかいう女に振られたならもう思い残すことはなかろうに。まあよい、待ってやろう。よく考えて返答せよ。お話ができるのかな。うん、そうか、まあ、ちょっと話していこうか。まあ、お父さんは最後にしよう。もしかしたらもう一回今のイベントが発生する可能性があるからね。じゃあおじいちゃんから。おもおも、お前の父も母も冒険の旅に出て修行したのじゃ。今度はお前の番ということじゃ。そういう。へえへえ、そうですねおじいさん。ばあちゃんそれしかねえな。ボットと化してんな。そうですねおじいちゃん、ボットと化してるじゃん。お兄ちゃん大丈夫？我が兄ながら気が弱いからな。あたし心配だよ。なんだかんだ可愛い妹だなお前は。兄よ、ピンクのままだがな。母ちゃん、ルカ、玉水には気をつけるのよ。あと初めて会う人にはちゃんとご挨拶するのよ。うん、常識的なことを言われてしまったのだが。クック、坊ちゃま、ついに、ついに世界征服へ乗り出されるのですね。まああなたは反対しないだろうな。じゃあ、はい。ルカ、考えはまとまったかい？いや、私たちも見送りに集まっちゃったしな。頼むよ一つ。頼むよ、頼み事のでかさよ。しかも魔王だぜ、世界征服させよう。自分の息子に世界征服をさせようという
どういう倫理観なんだろう。やべえなこのお父さんも。そもそも世界を冒険して旅してたんでしょ。それは正義で冒険をしていたのかい。まさか悪の所業を悪の一家だったみたいな、そんなじゃないよね。ちゃんとした冒険者だったんだよね。なんかこれ血筋を疑うぜ。はい、わかったよ。いや、反抗してみようかね。嫌だ。なんだと、子分のくせに生意気だぞ、この子分子分子分。まあまあ、スタン、落ち着いて。息子は今ちょっと反抗期なのさ。なあ、ルカ、きっかけはどうあれ、そろそろお前も広い世界を知っておいた方がいい。お父さんはそう思うんだ。どうかな、よく考えてみてくれ。もう行くしかねえじゃん。はい、わかったよ。うん、では行くぞ、コブン。おっと、ちょっと待った。ルカ、家族のみんなに声をかけてあげなさい。旅立つ前のお約束だからね。もう声かけたよ。同じことしか言わないでしょ、どうせ。ルカ、お前が村の教会で手に入れた妙な部品のことじゃが、あれはどうやらボイスレコーダーというものの部品らしいのじゃ。何でも誰かの声を保管して再生することができるという古代の不思議な機械らしいの。旅に出るなら残りの部品も探してみるがよい。村に秘宝として保管されていたことといい、何か重大な情報が中に入っているのかもしれん。そんな気がするのじゃ。うん、なるほどね。ええ、そうですね、おじいさん。あ、ルカ、お使いに行くのかい？気をつけておいき。あ、村に行くならパン屋さんにこれを渡しといておくれね。ルカはただの小石を手に入れた。じゃあ日が暮れる前に帰ってくるんだよ。ばあちゃんがついに違うことを喋った。しかし、ただの小石って本当にパン屋さんに小石を届ければいいのかい？ちょっとはなはだ疑問ではあるが、何に使うんだろう。じゃあもう一回兄。ごめんね、お兄ちゃん。もともと私を助けるためにこんなことになったんだよね。すごく感謝してるよ。本当だよ。ピンクの影も可愛いし。じゃあ行ってらっしゃい、お兄ちゃん。フレーフレー、お兄ちゃん。なんか起伏激しいな、感情が。ルカ、生水には気をつけるのよ。あと、初めて会う人にはちゃんとご挨拶するのよ。そうそう、ルカ、これを持っておきなさいな。ルカは古いオルゴールを手に入れた。なんだろう。これはね、お母さんの宝物なの。若い頃、お父さんからプロポーズの言葉と一緒にもらったものよ。綺麗な音が出る古代の機械なの。あなたもこの旅で私たちのように好きな子を見つけなさいね。見つけたらすかさずそのオルゴールをプレゼントするのよ。チャンスを逃さずプッシュプッシュよ。お母さん気早えな。くぅ、ぼっちゃま、ついについに世界征服の旅へおいでになるのですな。先の大魔王ゴーマ様が勇者ホプキンスによって邪魔され果たせなかった世界征服。
しかしゴーマ様の魔力はスタンボッチャマに受け継がれ、これよりその野望が実現するのですな。ふぅ、このジェームズ、いつでもボッチャマを草葉の陰から見守っておりますぞ。いつでもお呼びくだされ、世界のどこへでも駆けつけて、このジェームズ、お役に立ちますぞ。まあ、っていうか来ないのか？なんか現場で待機みたいな。自宅待機ですか？呼ばれたら飛んでくるの？空間転移とか便利だな。それで世界旅できないのかい？お父ちゃんもうやったよ。いい？みんなとの別れは済んだかい？じゃ出発だね。大丈夫、旅は楽しいよ。そうね、旅は人を素敵にするわ。その証拠に若い頃のお父さんはそりゃもう素敵だったのよねえ。やだな、もうお母さんたら。あとは旅費は、旅費は旅費のことしか心配してないのな。まあそれはやっぱね、お金があった方がいいよね。あるに越したことはない。あと言い方だよね、あの旅費は。ちょっとこっちにしようか。旅費は。ん、どうしたんだい。あ、旅費か、旅費。実はね、お父さんこの間ボーナス全部使っちゃったんだ。そうなのよ。ほら、この木彫りの人形かわいいでしょ。高かったのよ。ま、冒険家たるもの、お金は旅しながら稼ぐもんだよ。ま、代わりと言っちゃなんだが、私の名刺を持っていきなさい。ルカはしがない名刺を手に入れた。この名刺を見せれば、おおと感心してくれる人も世界のどこかにもしかしたらいるかもしれないよ。いや、これはフラグですね。まあフラグっていう言い方をするとあれなんだけど、真面目にお父さんが世界を旅していたんであれば、各地にもし名を残していたのであれば、何か役に立つ可能性はあるよね。はい、ありがとう、ありがとうで。まあハテナついてるけど、ありがとう。まあ持っておいき。じゃあ行っておいで。やれやれ、ベラベラと長話しよって。まったく、この日を待たせるとは。まあよい、さあ子分、出発するぞ。行ってきます。もう一回話してみようか。変わんないね。よし、じゃあ行きます。すんげえ襲われてんじゃん。